この青いことを、こういうのやりますよっていうのをこう教えていただいた時は、今までね、雫でやっていたのはオリジナルソング2曲やらせていただいたんですけれども、まあその中で、まあ私自身こうカバーを、雫でやらせていただくとは思っていなかったので、まずそこで、雫の、まあね、こう歌い手として、あやめとして、やるときにどういうアプローチをした方がいいかなっていうところをまず考えました。でまあその時にまあこう今まで結構パワフルな歌だったりとかもだったり、結構こう大人びた感じでバラードっぽく、歌わせていただいたりとか、こう自分には引き出しのないものをやらせていただいて、でまたこの青いことをね、聞いた時に、まあ、その集大成みたいなことにできたらいいのかなみたいな風に、思って、よしじゃあそこから、準備していこうと思って、そこからこう、ね、気合を入れて、やり始めました。はい、この楽曲はパワフルなようで、結構こうなんか感情を解放するっていうよりかは、こうぐっとこらえた中にこうすごく繊細にこう歌われているなっていうイメージがあったし、何かこう、私が感じた形で言うと、こう笑顔でただ歌ってるとか、こうただエモいみたいな、こう一言では表せないような曲だなって思ったので、まあ私もそういうなんかいろんな感情の上で、こうね、歌を歌うっていうことすごく好きだったし、そこでなんかこう自分の感情とその歌詞を重ね合わせて、もう今までね、こうさっきも言いましたように集大成っていうところをできるように、切ない中で感情もこう抑えて抑えてみたいなところをちょっと意識しつつもこう歌い上げるみたいな、すごく難しいんですけど、言葉で表すのはすごく難しいんですけども、そういうこう絶妙なバランスをこうね、オリジナルをリスペクトしつつ、自分らしさも雫らしさも出せられたらなと思って、意識して歌いました。当日はですね、まあ本当に雫のレコーディングはめちゃくちゃあったかくて、こう私が歌うたびにみんないいよいいよみたいな、いい感じだねみたいな、もう一回行こうかみたいな感じですごく楽しくレコーディングさせていただいてるんですけども、今回はなんかよりこうテイク数を多く取ったなっていう印象がありました。なんかこう次はもうちょっとこうしてみようかっていうのもあったりとか、あえて今のテイクも良かったけどもっとできるよねみたいな話があって、こうもう一回歌ってみたりとか、全部つるっと全部撮りました。その後にまたみんなで聞いてみて、いやまだここできたよねみたいなところがあったりしたら、それをもう一回撮りました。もう一回やらせてくださいって言って、撮ってみたりとかもしました。それもすごく良かったなって、今回のレコーディングに関しては思っています。しずくの YouTube チャンネルや、各音楽配信サイトで青いことが聞けますので、ぜひチェックしてください。それではあやめでした。